よっしゃ、ゲームやってくれ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。今回はね、ユッキーとデート行ってきまーす。ソン、スキー。スキーだった気がする。じゃあ、駅だな。これね、スキーのね、イベントがね、なかなかな、出てこないんだよな。あー、来た。うん、スキーのイベントはな、最難関イベントだから。さあ、来い。どんなひどい目にあった記憶？それっていい思い出？嫌な思い出？昔は昔、今は楽しい思い出を作ろうよ。俺、選択するのは一番下だな。でもね、聞きたいところがあるが、一番下か、これは。いや、正直ね、聞きたい。正直聞きたいが一番下だな。それもそうだね。うえ。いくらみゆきでも、来たばっかのところくらい覚えてるよ。まあ別にいいんだけど、ここら辺は全然イベント起きんな。はい、さらにみゆきとデート行きましょう。ショッピングモールだ。あ、ショッピングモールだっけ。うん、じゃあ行こうぜ。今日はどこに行く。ファンシーショップ以外行こうかな。さて問題です。今みゆきはどのコーナーに行きたいと思ってるでしょうか。ぬいぐるみのコーナー、キャラクターグッズコーナー、アクセサリーコーナー、魔除けグッズコーナー。キャラクターグッズだな。ピンポーン、グレイちゃんのグッズ続々新登場らしいんだ。グレイちゃんってなんだ、怖そうな名前だな。グレイトフルデッド。ねえねえねえ、どっかよ。さあ行こうか。ここ前回も来たな。ユッキー何がおすすめ。全部いいけど。あー、これもう同じなんだよな。ほんとユッキーって立ち直り早いな。ほんと同じセリフばっかりだな。おい、あれ、光お前爆弾抱えとったんじゃなかったっけ。今バレンタインっすね。おい、爆弾かかってんじゃないのかよ。あとで出ましょう。お前はいいんだよ。お前は出てくんな。でも今回は初のあれだな、ときめき度マックス状態でのチョコもらいだな。まあ来年もあるんだけどね。さあ来いよ、みゆき。ゆっきー、探したんだよ。うえー。あ、ユッキー、俺を探してたの？そうだよ。どうしたの？ギリチョコ配るとき、隠しとこうと思って胸にしまっておいたら溶けちゃったよ。手作りなのに。ありがとう、平気だよ。気持ちは伝わってるし。本当？うん。よかった。ありがとう。いや、嬉しいな。ああ。は？お前もか。光が爆発する、光が爆発する。光に電話しなきゃ。爆発すんなよ光、マジで。マジ爆弾魔こいつ、マジ怖えわ。爆弾なんでこんな怖いんだろう。ショッピングモール、おい、オッケー。もう爆弾これで解除だな。あと誰かおるかな。爆弾怖いわこのゲーム、マジで。お、誕生日プレゼント。え、本当？嬉しいな。嬉しいな、嬉しいな、誕生日嬉しいな。ユッキーからもらうだけで嬉しいよ、ありがとう。ユッキーはあんまり燃えないな、なんかわからんけど。やっぱ声なのかな。結構ね、まあお姉さん系か妹系かって言われたらね、うわお、危ない危ない。まあどっちかといえばね、妹系、まあ小さい子よりの方がね、若干好きなところはあるんだが、ユッキーはなんかあんまり燃えないな。うわーっていうのがないな。それはまだ光の方が良かったな。光とか、あら、コトコの方がまだ良かったな。小物でも見に行こうぜ。
のリスのバッジ。そういうのってどこにつけるの？どこって。はい、わかってるな。どれを選択したら悪い選択肢かわかってる、ね、うん、使えちゃったね。うん、バイバイ冷たいな俺。あー、期末テストやっべ。おい、たくみ、女の子の評価教えてくれ。爆弾誰か持ってんだろ、うん、こんな感じだよ。ホムラー、ホムラお前かよ。あぶねー、みゆきより点数が上だ。ギリギリだけどな。これ補修じゃないか、もしかして。ねえねえ、見たよ、順位すごいね。ええー、まあ、まあゆっユッキー、まあまあってどこかな。ユッキーはどうだった？え、あれでまあまあなの？ショック。めっちゃギリギリやったのに。めっちゃギリギリやったぞーい。あぶね、補習に並んでよかった。ちょっと勉強しよう。リアルもゲームも。ホワイトで。そしてホワイトで来ましたよ。ユッキー、ユッキー、あ、ユッキー、あ、ユッキー、チョコレート美味しかった。はい、おかしい。あー、ホワイトデーか。でも、本当、え、どうして。だって、みゆき遅刻ギリギリまで作ってた。あ、どうとしよう、間違って。食えよ主人公、何食う、何やってんだよ。そして感想もちゃんと言えよ。まずかったよ、まずかったよ、キリって。はい、と3学期になり、3学期じゃない、3年生になりましたということで、はい、予想通り。見て見て、同じクラスだよ。あ、本当だね、これから1年間よろしくね。あー、こちらこそ。あ、もちろんさ、早速今日の帰り道どっか寄っていく。完全にさ、もう完全にさ、もう何回も言うけどさ、恋人じゃん。あ、ユッキー、とっさに避けるなんてやるね、ユッキー。ユキだって、そう、いつもいつも事故ってたら体持たないよ。うんうん、いつも事故ってるイメージあるけどな、お前はな、本当にな。こんなイベントあるんだ、書いてないぞ。ドーン、怖い音するわ。正直この音が自転車乗りながらやったら超怖えわ。褒めるんじゃなかった。はい、ということで今回は遊園地に来てます。おお、服装かわいいな。あー、来た。おい、またしたかな。うん、じゃあ今回は動物園、動物園じゃない、遊園地に来てます。今日は絶好の遊園地。そうだな、今日は何も起こらないといいけどな。いいけどな。観覧車に乗ろう。観覧車ってエロいよな。話は超エロいよね、やばいよね。あんな密室でさ、こうなんか、うん、3分間をずっと一緒にいるってエロすぎだろ、エロすぎだろ。うわー、怖いな、音がめっちゃ怖い。なんだこれ、こんな音してたら目覚めるわ。顔がこんなになるね、顔こんな、こんなになる。だ、大丈夫ユッキー、見え、見え、見え、大丈夫、大丈夫、まだちょっとグラグラするけど。どうなったんや。今度はもっと盛り上がろうね、またね。いや、盛り上がったと思うよ。てかそれだけイベントしょぼ。
いや、イベントあるの知ってたけど、イベントしょぼー、イベントしょぼいな。次のイベントがですね、まあ、多分1月ぐらいまでないんだよ。11月か、11月ぐらいまでないんだよな。あ、今ディスク4に行ったんだっけ。あ、ディスク4か、ディスク4、そうか。あ、ユッキー早いな、もう来てるぞ。今回はどこだっけ、どこだっけ、どこでしたっけ。お、このホール、今はスピーカーのコンサートをやってる、スピーチのコンサートをやってるんだ。あー、そんなんだったな。多分好きだろう、雑音とかさ、雑音とか言ったら。スピーチは4人の女の子たちの個性を光る、歌ってよし踊ってよしの人気アイドルグループの4人ってなんだ。今日のコンサートは最高だったね。最高ってことじゃないけど、うん、まあ悪くない。そうだね、どうかやろうか。うわー、ラッキーって。あ、やっぱこう混んでるね。俺が並ぶからユッキー席取っといて。オーダー何にする？じゃあ一緒に並んでその間考えてや。悩むな。優柔不断か、俺の友達か。ちょっと欲張りすぎちゃったかな。いいんじゃない、でも食べきれるの。実はね、みゆきってパンよくね、お腹壊す。ゆきらしい話だな、まったく。でもこういうところも可愛いな。なんかね、全然ね、燃えないんだよな。なんでだろうな、全然燃えない。なんかうわーってならんな、本当にならないな。いつもなってるんだけどな、コトコの時もヒカルの時もなったんだけどな。ちょっとニヤニヤしちゃうのにな、今回全然なんじゃん。ロリッコ嫌いになったかな。よっしゃ、今日は体育祭だぜ。あっという間にもうお昼の時間だな。ちょっといい？うわ、すげえとこに魔装をつけてる。誰？お、ヒカルイ。発見！あのさ、今日ね、早起きしてお弁当作ったんだ。あれ、ことぶきちゃんってヒカルのことをすっげえ嫌いなかったっけ。確かね、そんな感じやった気がする。確かにめっちゃヒカルのこと嫌いなんだよ。二重罰やった気がするわ。うん、一緒に食べる。あ、そうだ。あれ、なんで光がいるんだよ。光が隣にいて、選択肢は匠か純かよ。純にするわ。俺匠嫌いだから。あいつは電話係や。みんなで一緒に。どうしたんだ？みんなで弁当食べようぜ。光、一言も声かけてねえな。さて、まあ、二三脚だな。はい。決まってないよ。よっしゃ、来いや。やったー。まあ、これ3年目はね、あれだな、一緒に運動会ができるのがいいな。文化祭もそうだけどさ。さあ行くぜ。次は、あ、もうこれ絶対勝つからね、もう絶対勝つから。これ録画してもうね、あの音とね、画面がちょっとずれてるけど問題ないんだよ。危ねえ、一回こけてしまった。これ大体一回こけたら1位取れないんだけどな。危なかった、久々に叫んでしまったわ。ウィアーとか言ってしまったわ。怖かった、負けたかと思ったわ。やったねー、もしかして。うん、きっとそうだね。ユッキーすごく喜んでるね、喜んでるね。お、始まっ、ああそうだよな、期末テストな、その言い方。さては自信ないだな、ユッキー。やだー、当たり前だよー。知ってるよ、めっちゃ点数悪いからね。平気、みゆきの場合頑張った
それだからはダメなんだよ。その運がないから大変なんじゃねえ。本当にねえバカ野郎、本当にこの野郎。おい服めっちゃ変わってる、夏服だな。あユッキー早いな、もう来てるぞ。今回は、温水プールに来てます。温水プール、室内プールだ。夏なのにわざわざ室内プールか。夏だからだよ。屋外はどこでも大混雑で泳いだりなんてできないよ。あーそう言われてみ、多いところのプールって行く意味ないよな、うん、おい水着だ。うんすごく可愛いよユッキー。でなんか変だね、最近の流行りなのそれって。いや一番上だろ、これ選択肢一番上しかねえだろ。ありがとう、可愛いってすごく嬉しいな。バッチリ印象与えたぞ。今日は本当に楽しかった。ユッキーまだかな。お待たせー。おい、お今回はあれだな、浴衣だな、いいね。今来たところだよ俺も。というところで神社に来てます。いやすごく可愛い浴衣着てるだなと思って。可愛いしか言ってねえぞこいつ、この2つしかねえな。これとこれ選択肢同じだろ。うわーどうしようかな、ユッキーを言えよ。うえバッチリだぜ。型抜きをします。今度こそ成功するぞマジで。もうね失敗はしない、もうねマジでね失敗ばっかりだからね。だったらいいえいらないぜ。よーし今回は明るい猫や、本気でいくぞ。ここら辺だな、大丈夫やろ、ここら辺ならいける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 。よしおる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 、はいよし、で次次次次、はいここここジャック、はいちょっと言わせて、ビビりすぎてるぜ。よしよしこれぐらいかな、いけ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 、何周すればいい何周すればいい。よしここでおろう、はいよし来た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 。よしこれも強すぎちゃいけないからここら辺かな、こうして、お来てるなこれ。30秒か、あと2つだからいけそうな気がするね。よし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 完璧、もうこれ完璧だな。よしおる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 、よし俺よ、よし来たー、あと2つあと2つ、ここも最強でいい、最強で力が減りすぎてんじゃねえか、最強でおる。よしここ最後、最強の力で力が減りすぎてんじゃねえか。よし、もうおろ、よし、来たー。なんだこりゃ、こんなんじゃダメダメ。え、悪いが、景品はやれんな。商売だからな。難しすぎだろこれマジで。まあ確かにゴタゴタだけどさ。また来てくれよ。むず、型抜きむず。来たと思ったんだけどな。よくできましたって感じだね。よくも悪くもなくか。あー楽しい時間ってあっという間だね。そうだね、ゆきと一緒やといつもそう思うよ。そうだ、かき氷食べて。おかき氷いいね。じゃあゆき何味にするの。メロン。ブルーハワイ、イチゴは同じ味だからな、覚えとけみんな。俺は青リンゴだが超好きだから。そんなに当てるから。そうだユッキー、俺のかき氷半分こしようよ。いいの、どうぞどうぞ。あは、え、学校の下の駄菓子屋、おっと俺これやったっけ。おお絶対俺これ幼年期のあれだ、イベントやってないと思ったけど、おやってるぞ俺。どうしたの、
宇宙アイドルラブラブスターチョコだったりしない？どうして知ってる？挑戦士ドラゴンチョコを半分こしたよね。おお！あの時の男の子。俺だと思うよ。いやー、そっか、そうだったんだ。ゆき、分かっちゃった。うおー、すげー、鳥肌が。俺で間違いない？いや、惚れただ、こいつ 100% 絶対惚れただ、間違いなく。おぉ、うわ、こういうイベント絶対いるじゃん。そうだよ、俺こういうのを見たかったんだよ。なんかね、みゆきのね、みゆきのイベントでしょぼかったんだよ、ずっとずっとしょぼかったんだよ。なんかね、もうね、なんだろう、もうなんかドジとボケのなんかの全然なんか萌え萌えのシーンが全くなかった。こういうのが見たかったんだよ。なんでわかったの？何が分かったんだろう。うわ、エンディング見てー、エンディング見てー。本当に楽しかったよ。いいねー。うわー、やっぱ幼少期のイベントちゃんとやったらいいのかな。もう一つ実はあるんだよな、多分これないと思うんだよな、イベントで。くっそー、やりてー。けどさすがに最初からやって1月待ち、あれだな、遠いな。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。